ドッグセラピーとは動物を使った治療方法であるアニマルセラピーの一種で高度に訓練されたセラピードッグを介在させることにより高齢者や認知症、自閉症など様々な障害を持つ人々に対処心や体のリハビリテーションを目的としたプログラムを実施することである。講義では一般の人々が犬と触れ合うことによって精神的情緒的安定や 身体的な運動機能回復効果が得られることを目的とした活動。もしくは様々な虐待、息、ストレス等によって傷ついた犬に対し、人間社会との共存を目的とするリハビリテーションに対しても使われることがある。セラピードッグドッグセラピーには、AAA、AAT、r の3種類がある。トリプル a は動物介在活動と訳される。 治療という目的を持たずに犬との触れ合いを楽しむ活動を中心としたレクレーションのことで動物と触れ合うことによる情緒的な安定、QOL の向上等を主な目的とした触れ合い活動を一般にアニマルセラピーと呼ばれる活動の多くはこのタイプである老人ホームの訪問活動などが知られており 犬と触れ合う環境を喪失することで心理的な好影響をもたらすとされている。ある程度定型化された活動であり、一度に多数の参加者を対象とできるのが特徴である。AAT は動物介在療法と訳される。トリプエ a との大きな違いは人間の医療の現場で専門的な治療行為として行われる動物を介在させた補助療法であること。 対象者の心や体のリハビリテーションなどの治療を目的としている。医療従事者の主導で実施する。精神的情緒的安定、身体的機能、社会的機能の向上など、治療対象者の状況やニーズを把握した上で個々の改善目標を定め、適切な犬とハンドラーを選択し、治療を実施する。治療後は、治療効果の評価を行う。 このため a AT a に従事するセラピードッグ及びハンドラーは2年以上の訓練期間を要する。実際に実施する際には治療対象者が犬好きであることを前提として医師や精神科医、作業療法士、理学療法士などの医療従事者とセラピードッグハンドラー及びボランティアが連携して対象者に合わせたプログラムを作成して実施する。厳密には ドッグセラピーと言えるのは AAT だけであると言ってよい。ああえ、アニマルアシステッドエデュケーション動物介在教育と訳される。幼稚園や小学校等に動物と共に訪問し、正しい動物との触れ合い方や命の大切さを子供たちに学んでもらうための活動。生活科や総合学習などのプログラムとして取り入れる学校も徐々に増えている。セラピードッグとは、 触れ合いや交流を通じて、病気や怪我、または、精神的な痛手を受けた人の不安を減らし、気力を高め心と体を、少しでも本来の働きに近づけるために、高度な訓練を受けた犬のことである。トリプル a AAT、r においても、対人コミュニケーションの十分な訓練が行われて、いるのはもちろんだが、それぞれのプログラムに沿った役割が担えるような、 訓練が信頼できる期間で十分に行われている必要がある。犬種の制限はないが、トプル a AAT、RA 活動において共通するのは、有料家庭犬協会の認定レベルが最低条件である。さらに、AAT については忍耐力も要求される。このような理由から、ゴールデンレトリバーやラブラドールレトリバーなどの大型犬が採用される場合が多い。 ドッグセラピーが医療プログラムとして認知され活用されていくためにはリハビリテーションなどの治療における効果が確認されるとともにより効果的なプログラムが確立されていく必要がある。ドッグセラピーを一定期間続けることによって記憶力の改善など認知症の改善や反応する、笑う、発語、車椅子からの自足歩行、自力によるトイレ利用など 反応や行動に変化が見られた。ドッグセラピーが単に犬と触れ合うというだけでなく、患者自ら犬に触れ、犬に話しかけ、犬と共に歩くことにより、心理的な改善効果となり、積極性や前向きな姿勢を生み出していることが立証されている。ドッグセラピーの効果を高めるためには、患者や患者が生活する施設などの環境を考慮し、施設関係者、医療従事者、 セラピードッグハンドラーなどと連携して患者にあったプログラムを立案することが必要不可欠である。ドッグセラピストという名称の職業は虐待、息、ストレスなどで傷ついた犬の心身をリハビリするものであり、専門の知識や技術を要する民間の資格である。セラピードッグとともにドッグセラピープログラムを実施するセラピードッグハンドラーとは別のものである。 セラピードッグハンドラーには、セラピードッグをハンドリングする技術はもちろん、心理学や、リハビリテーションなどの医学知識や獣医学など、動物の知識などが求められる。活躍の場所は、老人ホーム、老人保護施設、児童福祉施設、知的障害者施設など様々で、施設のスタッフや医療関係者とともにドッグセラピープログラムを作っていくため、 コミュニケーション能力は不可欠である。犬に対するドッグセラピストは犬の心身を回復し、健康を促進し、飼い主と良好な関係で暮らしていけることをアドバイスする専門家。犬へのマッサージなどの技術のほかドッグフードの知識、しつけやホリスティック医学などの知識も求められる。活躍の場はペットショップやペットサロン、動物病院など。 国際セラピードッグ協会 http コロンスラッシュスラッシュ www.therapydog-a.org スラッシュインデックス .html 日本獣医師会報告 http コロンスラッシュスラッシュ n i c h i j u l a n g r j p スラッシュ mag スラッシュ05702スラッシュ 062htm w i z i d o g a c a d e m y h t t p w w w k e n s a k u p r j p d o g t h e r a p y 動物介善療法 http://ayakon.nakaki.com://index:/80%20 ページ html などを参考に、日本レスキュー協会の定義より h t t p w w w j a p a n r e s c u e c o m t h e r a p y d o g ラッシュイ i n d e x h t m l h t t p w w w c g c j p n e t ハットドッグセラピーの治療効果について、 医療従事者と共に検証活動を行っている、日本レスキュー協会の検証報告、ドッグセラピーの効果について、h t t p w w w j a p a n r e s c u c o m t h e r a p y d o g k o u k a h t m l ットラジャのウェブサイトより、 h t t p w w w l a j a c o j p t e c h n i c d o g f e e ー i n g ありがとうございます。